2番小川達也が動いていって7番松江健一のこの静岡2人動いていって残り2周回切りました。がぜんハイペース3番石田を叩いて2番の小川ですが7番松江が追えません。しかしジャン前バック3番石田が再度小川を叩き返していって小川は3番手交代気味。6番大崎も相次いに再度スイスを戻しまして中段2番の小川達也は足を使っています。4番マクネタクマは6番手中部近畿ラインの主導権取り先頭3番石田拓磨残り1周切りました。番手絶好には5番山中隆夫3番手6番大崎隆一郎4番手2番小川達也松江健一前の4人から離されました。さらにその後ろから4番マクネタクマもまくりの攻撃ですがこれは前まで届きそうにないか。先頭3番石田拓磨最終2センター番手5番の山中6番の大崎隆一郎そしてじわじわ迫っている2番の小川と小川達也4番マクネタクマ先頭3番石田拓磨合輪2番小川達也最後迫って1着争い